はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございますと。まず本日の一杯こちらです。はい、本日の一杯こちら。ローソンさんで買いました。ドトール、コーヒー香るカフェオーレということでね、こちらをね、飲んでいきたいと思います。でね、一応製造は、岡山市のね、おはよう乳業さんの方で作ってます。これはもうずっとそうかね、おはようさんの方でね、作ってるっぽいですけどもね。いただきたいと思います。うん。おいしい。甘いね。私事なんですけどね、ずっと缶コーヒーとかね、そういったコーヒー飲料系ばっかり飲んでたんですけど、ここ最近ね、やっぱちょっと、まあ年も年なんでね、まあ普段はちょっとお茶飲もうかななんてね、今頃になって、そんなことをしだし始めまして、日中はね、まあまあ紅茶だったり、その緑茶みたいなね、そういうペットボトルのお茶を飲んで、やり過ごしてるもんですからね、たまにこの手のやつを飲むとね、甘いなーって感じしますけどもね、まあちょっとこう引き続きね、こういった本日の一杯飲んでいきたいと思いますけども、まあでもこの容量ぐらいだとね、たっぷり飲めていいですよね。270ml ということで、うん、うまい。でコーヒーの香りもふわっとして、こう探るとちょっと苦味もあったりしてね、うん、でも全般的にはちょっと甘いかな、うん、そんなカフェオレですけどね。ということでね、本日はこのドトール、コーヒー香るカフェオレをいただいています。でね、ちょっとここからはね、どうだろう、最終的にアップロードで、乗るかボツになるかはわからないんで、まあこうペラペラと適当に喋りますけども、ね、今日ちょっと会議があってね、新潟市の方からまた、帰りの途中なんですけども、ちょっとね、先週あたりに教えていただいたちょっと定食屋がね、気になってるもんですから、今日はね、そちら行ってみたいと思いますし、もしね、撮影とかできそうであれば撮影してね、で食べ終わってからまた車内で、感想なんかもね、言ってみようかななんて思ってるんですけども、ここ最近はですね、まあ一時ね、私の動画の、最初の頃っていうのはね、ラーメンなんかをバンバン出していたんですけども、そのラーメンもね、今でも食ってるんですけどね、すごいペースで食ってるんですけど、最近ね、ちょっと定食屋さんとかね、あとピンポイントで言うとね、チャーハンとかね、そっちもね、なんかいいとこねえかななんて言ってね、思って探しているわけですけども、なかなかね、いいのが見つからなかったりしてですね、いるわけなんですけども、今回はね、またそういう定食屋さんですね、まあご飯、主食をご飯で、いただくっていうね、お店なんですけどもね、そちらね、ちょっとね、行ってこようかなと思っております。はい、いただいてきました。はい、今日行ったお店ね、ちょっとお店の名前が読めねえんだよな。豚汁屋、あれは、ボボ?ほほ?歩くって書いてね。そんなお店でした。でね、ちょっと食べログでね、調べてみたんですけども、ちょっとまだね、ラインナップされてなかったですね。なんかね、ちょっとお店の名前がまだちょっと分かっていないんですけどもね。でね、まあ、お店はこうカウンターとテーブルとあって、で、豚汁をね、まあ、ガツッと食えるような定食とか、あともつ煮ですね。もつ煮がボーンと出て、で、真っ白なご飯がね、出てきて、もうもりもりいただける、そんなメニューがあったりとかね。あとおむすびとね、セットでこう、ちょっとワンコインランチみたいな感じでね、そんなメニューもありましたね。もちろんお子様用の、メニューもあるし、唐揚げのね、定食なんかもあってね、あれはなかなか良かったですね。別のお客さんがね、その唐揚げの、なんか定食食ってましたけどね。私はもつ煮の定食をいただきました。はい。で、もつ煮はね、なんていうかな、
ちょっと群馬県でね、あの有名なモツありますけど、なんてモツだったっけね、あんなような感じですかね。まあ味噌も入ってるんですけど、こうあれはちょっとね黒っぽくなってるのは、あれはお醤油ベースなんでしょうかね。で油がねバッとこう上出ててね、まあ好きな人は本当にね、こうもりもり食っちゃう。で私もね、ご飯に全部かけてね、ぶっかけてこうズルズル食いたかったんですけどもね、今日はちょっと仕事中っていうのもあるし、はい、今日はね、お上品に食って帰ってきましたけども、なかなか美味しかったですね。でね、今こうやって喋ってる間にもちょっと写真が、一つ二つぐらい出てたかと思うんですけどもね、現在は、新潟県三条市というところになりますけどもね、旧、栄町かな、というあたりだと思います。はい、でお店のねちょっとホームページとかもしあれば、調べてね、リンク貼っときますし、まあよかったらね、行って、近くの人は行ってみたらいかがでしょうか。ただねちょっとねもつに関しては辛めですね。もうそのまま何もね七味かけなくてもちょっと辛めの塩なんで、まあしょっ辛いって言いますかね。なので小さなお子さんにはちょっと厳しいかな。あれ小さなお子さん食べたらちょっと肝臓腫れるぜっていう、そんな感じかなと思いますけどもね。まあでもね、外仕事のね皆さんとか、あとはね部活帰りの学生さんとかが食べるにはめちゃくちゃいいんじゃないかなとね、思っております。はい、ということでね、本日は、本日の一杯、ドールのねコーヒー香るカフェオレと、道中でね、いただいた、豚汁屋さんということでね、今日はご紹介いたしました。以上です。